おはようございます。みんな今村八木の里です。もうね、今日は少し晴れ間が出てきたので、やっと八木たちを小屋から出して、まだ放牧地に連れて行きますね。よかったね、やっと草が食べられますね。今日はこっちの広い方にリリー親子、モカちゃん、ルナちゃん、リリーを話します。で、ヤギ小屋に近い方は、ユキ親子、一郎二郎、それから白親子、シロとサブちゃん。シロも外に出られるように回復しました。おかげさまで。ちょっと今日一日雨持ってくれるといいな。えなや村八木の里でした。